ホセダリエル・アブレイユ・コレアは、キューバ共和国、シエン・フエゴス州クルセス出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックスに所属。愛称は、マルティ・エンポ。WBC 等ではスペイン語読みの、アブレウと表記されていた。第3回 WBC キューバのシエン・フエゴス州に、生まれ、幼い頃は、オレステス・スキンデランに憧れて育つ。 ジュニアナショナル時代から注目され、16歳の時から国内リーグに出場した。2004年には第21回トリプル a 世界野球選手権大会のキューバ代表に選ばれた。その後も着実に成績を伸ばして小さな国際大会に何度か選出されたものの A 代表入りはならなかった。キューバの名門体育大学であるマニュエル・ハハルド、国立体育大学を卒業。 当初、外野手と三塁手主体で一塁手は兼務であったが、2008年以降は一塁を守る比率が高まったことで、現在のキューバ代表のニーズに勝ち。2009年の3月に開催された第2回、ワールドベースボール、クラシック最終選考に残った。同年7月に、オランダのロッテルダムで開催された第12回、ワールドポートトーナメントのキューバ代表に選出された。 続いて9月の第38回アイブフワールドカップで初の A 代表に選ばれた。2009から2010シーズンは打率399.30本塁打でそれぞれリーグ2位と持ち前の強打が開花し、それに加え支給を多く選ぶようになり、出塁率でリーグ1位となるなどキューバ最高クラスの強打者に成長した。国際大会でも2010年7月に 東京で開催された第5回世界大学野球選手権大会では、対日本戦で菅野智之から本塁打を放つなど首位打者を獲得する活躍で一類種のベストナインに輝いた。同年10月の第17回アイブフインターコンチネンタルカップのキューバ代表にも選出された。キューバの優勝に貢献した。2010から2011シーズンは、 肩の滑液方炎の影響で二十三試合を欠場したものの、シーズン最終戦で、ヨエニス・セスペデスと並ぶ、リーグ記録となる三十三号本塁打を放ち、首位打者と本塁打王の二冠に輝き、打点もリーグ二位で MVP を受賞。また、出塁率と、オプスともに、リーグ一位になった。二千十一から二千十二シーズンは、首位打者を獲得し、オプスも三シーズン連続で、 リーグ1位になった。11月6日にサムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日台湾で行われたサンダーシリーズのためらい大した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月に開催された第3回 WBC のキューバ代表に選出された。同大会では 中国戦で満塁本塁打を記録するなど打率360.3本塁打9打点の好成績を記録した8月14日に亡命した2013年10月29日にシカゴホワイトソックスと総額6800万ドルの6年契約を結んだ2014年は開幕ロースター入りし3月31日に行われた ミネソタツインズとの開幕戦でメジャーデビュー。4番、一塁手で先発起用され、4打数に安打1打点だった。4月は月間新人最多記録となる10本類が32打点をマークし、MLB 史上初となる4月での月間 MVP、月間新人 MVP のダブル受賞を果たした。しかし5月17日のヒューストンアストロズ戦で、左足首を痛め、 5月18日に15日間の故障者リスト入りした。6月2日に復帰し、7月にはオールスターゲームに選出。同月は25試合に出場し、6本類打19打点1盗塁打率374オプス1.099の好成績で月間 MVP と月間新人 MVP を再び受賞した。9月27日。 シーズン36本目の本塁打を放ち、1981年にロン・キトルが記録した、球団新人本塁打記録を更新した。なおこの日の試合前には、ポール・コネルコの引退セレモニーが行われており、2打数に安打2打点に支給などと活躍して、チームを勝利に導き、引退に花を添えた。シーズン終了後の新人王投票では、アルバート・プホルス以来となる新人での打率。 300.30本類が100打点をクリアしたことなどから満票で新人王に選出された。一類種部門でシルバースラッガー賞を受賞した。2015年は154試合に出場し、打率290.30本類がプホルス以来となるメジャーデビューから2年連続30本類が100打点という記録を達成した。打点については、 アリーグ8位だった。2016年は159試合に出場し、打率、293.25本塁打、100打点、オプス0.820。30本塁打以上はデビューから2年連続で途切れた。2017年5月23日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、ホルヘ・デラロサから通算100本塁打を達成した。9月にサイクルアンダを達成した。 2018年は8から9月の小勝利脱もあって128試合の出場に止まり、シーズン100打点以上の記録も連続4年でストップした。2019年は復調し、123打点でアリーグ打点王を獲得した。同年に MLS6 年に達し、オフの10月31日にフリーエージェントとなったが、球団からのクオリファイングオファーを受諾し、11月14日に、 規定額で1年契約延長。さらに11月22日、2022年までの3年5000万ドルで契約延長した。飛行機に乗るのが嫌いなことで有名で、飛行機で移動する際はいつも、神様、どうか何事も起きずに無事に到着してくださいって、祈ってるんだ。何一つ好きになれることがない。気流で揺れた時なんて最悪だよと語っている。 千バロッテマリーンズに所属しているレオネス・マーティンと仲が良い。マーティンが79番をロッテで背負っているのもアブレイユが79番だからである。MLB、SNBMLB、SNB 国際大会 MLB。ありがとうございます。